ちの住んでいる八丈島は東京から南へ287km 離れた場所にある火山島です。黒潮の影響を受け1年を通して暖かく雨の多い気候です。年間の平均気温は 17.8 度ですが、8月の最高気温平均は 29.3 度とそれほど暑くなりません。一方、冬の最低気温平均は 7.5 度で、雪が降ることは滅多にありません。そんな八丈島は常春の島とも呼ばれ、昔から観葉植物や熱帯果樹をたくさん栽培しております。これはストレチアの花です。八丈町の花にも指定されており、10月頃から咲き始めます。これはフェニックスロブレニーというヤシです。八丈町の木に指定されており、この葉っぱを切り葉として出荷しています。このように花と緑がたくさんある八丈島ですが、一番目につくのはハイビスカスの花です。真冬以外いつでも咲いているような感じで、一体どのくらいたくさんの花が咲くのか不思議に思っていました。そこで僕たちはハイビスカスの花がいくつ咲くのか観察することにしました。ハイビスカスとはどんな植物なのでしょうか。八丈島の園芸植物を見てみると、たくさんの種類が載っています。ハイビスカスは青い木、青い科、腐葉属の植物です。観賞用のハイビスカスは花の美しい種類が多く、南国のイメージを思わせます。挿し木や接ぎ木で増えるそうです。八丈島には古くから50種近くのハイビスカスが導入されているようですが、八丈島に一番たくさんあるのはブリリアントという種類のようです。小学校の前にある28本のハイビスカスについて観察していきます。花を分解してみると、花びらが5枚あります。真ん中に赤色のめしべが5つあり、その周りに黄色の花粉をつけたおしべがあります。めしべをよく見てみるとふさふさしています。花粉を顕微鏡で見てみるとトゲトゲしていて、めしべにくっつきやすくなっているみたいです。服につくとなかなか取れないのはこの形のせいかもしれません。調査を行うハイビスカスの木の高さを測りました。図鑑によると木の高さは2メートルにもなるそうですが、道路沿いのハイビスカスは剪定されているので背丈はあまり高くありません。28本の平均の高さは61センチメートルでした。ハイビスカスの花は一つの花が何日も咲くのでしょうか。1日の様子を見てみます。ハイビスカスの花のつぼみが開き、1日中咲きます。夜花が閉じると次の日には開かず、そのまましぼんでしまいます。毎日新しい花をたくさん咲かせているようです。僕たちはサイエンスクラブのある毎週日曜日に花の数を数えることにしました。同時につぼみの数も数えます。つぼみはこのように硬いものは数に入れず、先から花びらが出始めているものだけを数えました。7月3日から調査をスタートしました。約3ヶ月半で14回の調査を行いました。7月は咲いている花は20個以下で、つぼみも同じくらいの数でした。8月の後半になると花の数が増えて50個以上咲くようになりました。つぼみも毎回50個ほどつくようになりました。暑い環境が適しているのかもしれません。僕たちは調査した時の温度と湿度を記録していましたが、花の数との関連はなさそうだと思いました。しかし花が咲くためにはその前の天気が関係しているのではないかと考えました。そこで直前の1週間の気象データと花の数が関連するかどうかを調べてみました。まず1週間の降水量の合計と花の数の関連を見てみましょう。降水量は多い時で 180mm を超えました。少ない時は 25mm で、1週間で1日も降らない時はありませんでした。しかし降水量と花の数には相関を見られませんでした。次に1週間の日照時間と花の数の関連を見てみます。八丈島は周りの海に囲まれているため雲ができやすく、快晴の日は少ないです。一番少ない時は1週間で17時間、多い時は約46時間でした。日照時間と花の数にも相関は見られませんでした。気温を見てみましょう。1週間の日最高気温平均は7月の初めで26度でしたが、
8月の後半から29度を超えるようになり、10月の中旬になると気温は28度以下になります。一方、日最低気温平均を見ると7月は22度台が多く、徐々に上がって8月の後半には 24.4 度になりました。その後23度台になり、10月には22度を下回るようになります。これらの気温と花の数の相関を見てみると、1週間の日最高気温平均が29度を超えるとたくさんの花が咲くことが分かりました。園芸植物の本を見ると、ブリリアントは耐寒性があると書いてあり、最低気温の方は関連がないようです。14回の調査で合計624個の花が咲きました。植わっているハイビスカスは28本なので、1本あたり1日1個か2個の花を咲かせていることになります。はじめは3ヶ月で200個くらいの花が咲くと予想していましたが、思ってたよりたくさんのハイビスカスが咲いていたことに驚きました。最後にまとめです。ハイビスカスの花は1日で閉じます。3ヶ月半14回の調査で624個の花が咲きました。花の数と降水量や日照時間には相関が見られませんでした。ハイビスカスは1日の最高気温の平均が29度を超えると花をたくさん咲かせることが分かりました。たくさんのハイビスカスが街を彩る八丈島、皆さんも八丈島に来たらこの鮮やかな花を楽しんでほしいと思います。